おい、菅。菅くんどこ行った？菅くん。あれ？こっちか。ちょ、いなくなったんだけど。菅くん、パーティー加入かと思ったのにな。菅くんと手と手が触れ合って、あーとか、やりたかったよな、しおりな。てか、調査って何したいの？お、巡査いた。調査してんのそれ。うろついてるだけじゃん。あいつ本当にどこに行ったんだ？佐久間ちゃん。何かあったら教えてくれ。お、また情報が聞けるぞ。佐久間について。こういうのがしょっちゅうなんだよ、佐久間は。その度に歩道保護だ。ああ、毎回。望月巡査が。まあ、佐久間は複雑な家庭環境みたいだし、学校の方も、なんていうかうまくいってないみたいなんだから。めちゃめちゃ把握してるじゃん。とにかく今日は天気も良くないし、この屋敷にいないとなれば少し心配でな。その小鳥お化けにさらわれたんじゃないの？そうですね、早く見つけないと。危なっかしいんだが悪い子じゃないんだよ、ほんと。巡査。巡査はマジいい人だな。ごめんね、最初疑って。菅について、菅くん。俺はここの村の出身じゃないからよくは知らんが、ずいぶん前からここの管理人なんだろう。あ、そんな前から。ここの持ち主だったご老人と一緒に暮らしていたらしいが。ああね、しおりのおじいちゃんだよな。なんでしおりのおじいちゃんと仲良かったんだろう。望月、何かあれば知らせてくれ。お、自分のことを語らない男。ミステリアスポリス。この村について。何もない村のはずなんだがな。ずいぶん前は失踪者が多かったらしいな。タイか自殺かは知らんが。タイ？他殺じゃなくて？そのせいでここの裏手の森への道は閉鎖してるんだとさ。だからか、村の人間が森に入ることは全くないそうだ。少し気味が悪いな。佐久間を早く見つけんといかん。いかんですね。いや、やっぱ森に入ってんのかな、佐久間ちゃん。森に連れ去られたのかな。やだな、連れ去られんなよ、森に。猫カフェとかに連れ去られてほしかった。これ部屋調べた方がいいの？開ける。え、なんもないの？あっ！うわ、待って待って待って、音でけえ！約束覚えてる。いや、忘れちまったよ、そんなもんよ。しおりは散歩歩きは全部忘れちまう子だからよ。かわいいかわいいリスみたいな子なわけよ。あ、別になんか怒るわけじゃないのか。これどんどん部屋調べていけってことなのかな。開ける。誰が鍵閉めたの？菅くんか？はーい、また来た。いやーおー。真似してみた。見つけた！見つかってるー！え、なに？うわー！もう音がでかい！音でかっしょ！わー！え、なに？どうした？あ、暗くなってる！なんで？停電！マジか、状況を冷静に分析しているしおり、この状況で。やるね、肝が座っておるよ。え？停電しちゃったけど？特に何もない。いや、特に何もないことはない。めっちゃ暗くなってる。え、ちょっと。いや、巡査は、巡査のとこ行こう。あー、なんかできてる。なにこれ、誰かがこぼしたな。さて、菅くんね。もう、不届き。不届きなんだから。巡査がいなくなってる！あいつ帰りやがった！くっそ！浅川村派出所にいるからな、あいつ。望月！部長！てーてて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 てん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 こういうときこそ、こっち亀の BGM は。ちょ、お菅がいねー、ちょっと。おい、菅、どこ行った？こういう時のお菅だろうが、いねー。ちょ、かたくなにいない。どういうこと？なんで？なぜ誰一人おらぬ？ちょ、わらわを一人でするでねえぞ。おいー。おいー。ちょっと一人なんですけど。銀玉女子しおり。ここ行けってこと？もう嫌だな。なんかシミができてる。お酢がこぼしすぎだよ、ケチャップを。ケチャッパーだな、さては。何にでもケチャップかけるんだから、すがってば。おがみ様のフル写真に何かついている。ケチャップ？おぉ！いやー、なに？あー、どうしようどうしようどうしよう。怒られる。おすがに怒られるよ、おしおり。はぁ、約束、もう約束中だな、マジでこいつ。待っているよ、あの子と。いや、大人の約束は破られるもんなんだよ。
それを学べ、社会の中で。血しぶきがついている、ケチャップじゃなかった。じゃあこの鼻につくツンとする匂いは何？餅月かな、餅月の脇かな。はぁ、増えてる。ちょー、オスガがかわいそうでしょ。掃除すんのオスガなんだから、この後にね。ちょ、暗いのやめて、マジで明るくして。ちょ、マジであのおっさん二人どこ行ったんだよ。いや、スラクはおっさんじゃないけど。あー、血がめっちゃ上、これたどれってこと？出よ、もう勝手。いや、今こそ出るとき。しおりの危機管理能力どうなってんの？死ぬぞ、お主、サバンナでは。その危機管理能力では。ちょっと菅君の料理残ってないかな、ちょっと食べていこう。上の電子レンジ、あ、全部余すことなく食べちゃったんだよな、この食いしん坊万歳が。しおり、はぁ、物音がしてる。どなた？餅月か？脇の匂いを指摘されて洗っておるのか？ごめん、嘘だよ、臭くないよ。わぁ、トゥーンじゃないよ、トゥーンだから平気じゃないです。内側、内側のせい。あ、あれ、佐久間ちゃん、佐久間ちゃんじゃない？何してんの？え、なんかやば、やば、やばそげじゃない？え、大丈夫？しおり？あ、でもネックレスついてるからいいと。はあ、向いとる、こっちを。佐久間ちゃんっつ、佐久間ちゃんっつ、何してんの？みんな探してるよ。さあ戻ろう。いや、この状況で話しかけるしおりのコミュ力、営業に欲しいつだ。佐久間ちゃん、目がなくな、ああ、ああ、触っちゃった、ちょっと。いい匂いした、パンテンの匂いした。ま、待って、いやいやいや、完全やばかったじゃん、佐久間ちゃん。これ何調べてたの？何か重い蓋が乗っている。この蓋の下に何か探し物があるのかな。いや、でもあれ完全やばい状況だよね、なんか。佐久間ちゃん、はあ、電気ついた。もうつけたり消したりどっちかにし。いや、消えてんのかこれ。色合い統一し、じゃあ。はあ、待って、あ、外出れんじゃないこれ。いける、やっと出れる。はあ、よかった、その決断をしてくれて。出よう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 。てか、佐久間ちゃん外出ちゃったの？ああ、どうしたんだ。バス停、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 バス停まで行こう。すべてを放り出して帰りたい。行けねえ、こっちは、うん、いけねえ。絶対に返さないという強い意志を感じる。いや、どこ行ったの？え、じゃあ佐久間ちゃんはどこ行った？は、は、は、行けるとこある？薄暗くて何も見えない。ちょっとえ、マジ、オスがどこ行った？うわ、進めるし。あ、巡査、おい、どこ探してる？全然見当違いで、あいつマジポンコツだよ。おい、こっちだよ。お前マジ派出所言うからな、部長にたっぷり絞られる。お前派出所爆発落ちだ、最後。望月のバカはどこだ？淡路島で玉ねぎ農家になると言って出かけていきました。こっちだよ。うわー、やっぱ森行くじゃん。おいでよ、小鳥お化けの森じゃん。集まれ、小鳥お化けの森じゃん。行くしかないのか。でも行くしかないよな、すまないもんな、じゃないと。はぁ、なにこれ、でっか。なにこれ、なにこれ。味も見ておこう、露伴先生。青く光る大きな岩だ。あ、これクソデカイ鉱石じゃない？いや、しおり、ちょっとこれ担いでいこうよ。ふーんって、それかゴゴゴゴゴゴって押していこうよ。ちょ、それぐらいの備えいるって、この酒。あー、ちょっと待って、ちょっとマジで行きたくねえ。絶対なんかあるもん。もちづけー。来月の休養査定をさ、楽しみにしておくことだな。もうセーブしよう、ちょっと一旦セーブしよう。菅もいねえしよ、あいつ役に立たねえ。男と男衆が役に立たねえのよ、なんか。いや、マジこれ担いでいけないわけ。ちょ、スター状態で行こうよ、無敵状態で。てんてんてんで、でんでんで、でんでんで行こうよ。しおりー、危機管理能力なしよ、ほんと。うー、なんかある。あれ、なに？お地蔵さんか？てか、アプローチが。あ、え？うわー、またこの音。なんかいる、なんだ？見つけた。え、小鳥お化け？これ。え、意外とちっちゃい。え、てか、どうなってんの？これ、どういう形？どういう形？あー！約束しよう。博多、あー！しおり！おお、何出したの？は？ネックレスの石が、あー、そういうことか。守ってくれたんだ。え？え、ってか、今の小鳥お化け？あ、一個減ってる、ネックレスが。え、倒しちゃったの？は？え、どうなった？退けただけか。実は何もなし。
え、とりあえず行くか。え、じゃあこれ多分石なくなったら、いやー光ってる。なんだよ、フラッシュバックをしとやかに、うわー何もいろいろ起こりな、どこ、ここは本当にどこ、あ、誰かアクサダイレクト呼んで。それに、さっきのあれは一体、いやもうちょっと待って、一回休ませて、ちょっと、はぁ、あ、あちょ、間髪入れて、おいでおいでじゃない、来とるじゃろうが、来とるじゃろうが、しおりはガンガン、俺の意思に反して、とりあえず移動、出口がない、そんなことはない、木々を分け入れ、お前、その発想、持て、何、錆びた鎌、鎌、ツルハシに見えるけど、まあでもしおりがそう思うならそうなんだろう、鎌だ。あ、でもいいんじゃない、武器として持っていこうよ、これ。攻撃力が80アップ、しおりの。やったぜ。これもお堂調べるってこと？扉開くようだ。入る？いや、でも入るしかないんだよね。てれれれれれんれれれれれん。ファミマだったの？ほこりで汚れた石が鎮座している。血のりべったりだな、おい。何ここ？どういう森？子供には決して触れてはいけない。石には数限りがあるのだから。子供？あ、さっきの子供だったの？子供の幽霊？壁に大きなヒビが入っている。修繕した後のようで向こう側から風が流れてきている。あ、これ鎌じゃない？いや、絶対そうだ。もう武器使うのかよ、ここで。いや、絶対ツルハシだよ、鎌って言ってるけど。いや、しおり、それ絶対ツルハシだって。今度からツルハシっていいなね。鎌で絶対壁壊さないから、ツルハシだから、壁壊すのは。鎌壊れてしまった。壊れちゃったよ！もう、壁に使っちゃったよ。貴重な武器を。空洞。いや、めっちゃガンガン行くじゃん、しおり。おー、なんだ？え？洞窟？あ、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 何？コロンじゃないよ。これ入れる？あ、なんかある。なんだ？いや、このコロン何？コロン。いや、何をコロンしとる？やめろ。目玉、鼻、口のパーツがない人型の人形が置いてある。え、何それ？これ BGM？ このコロンコロン言ってんの？いや、マジキショイ BGM をチョイスするじゃん。人形の服には、身代わり人形と書かれている。身代わり人形？なんかちょっとリアルな人形で気持ち悪いな。いや、しおり、この状況でそんな客観的な意見出すのやべえね。肝座りすぎじゃない？これは？牢獄鍵1と書かれた鍵がある。牢獄？牢獄があんの？取っちゃったよー！ちょっと待って、鍵ってもう絶対これなんか出る。やっちゃ、ほらもうなん、ああ、ここ嫌い、いや出てけ、出ていけじゃん、嫌いなら東京行け、ほら東京さ行くだ、ああベコ買って、いなくなって、なんでしおり死なないといけない、いや何もしてないじゃん、いや鍵取った、ああめっちゃ早い、あ、足結構早い、おお危ねえ、まだ来る、ああ、来ない。はい、あ、こういうこともあるんだね。牢獄鍵1と書かれた鍵、これ、どっかへ使えってことか。まだいるの？まだいる！ちょっと、初期位置に戻ってる。ごめんね。いや、てかほんと、そんな嫌ならもう引っ越しないよ、さっさと。一緒に、いい部屋ネット行く？一緒に探す物件。ああ、なんかいる！え、あれ何？え？ステルスっぽいのがいるんだけど、ステルスメーサーがいる。ここも入れそうだな、おい。こんにちは。ケチャップ。いや、どんだけ料理下手。ドジっ子料理人か。台の上に赤い塊がこびりついている。なんだろう。いや、もうシンク掃除しないと汚れるよ。赤黒く錆びついたナタなどの刃物が置いてある。包丁買って、包丁。包丁の方が切りやすい食材は。これ光ってる。作り物の花？あ、そう、顔のパーツ集めろってことか、さっきの。身代わり人形のやつで。多分そういうことだよね、これ。なんだっけ、目と鼻と口がないんだっけ、あと、目と口がどっかにあるってことか、じゃあ。だよね、しおり、絶対そうだよね、これ。お邪魔しました。穴も出ないんだ、ここ。じゃあ、あのステルス迷彩何なんだろうな、これ。これ、オッケーなか。ああ、ドロドロ、体ドロドロ。よ、俺はあざかわ最強ラッパー。おめでとう、お前の勝負はドロ。返して返して、何を返すの？体？え、てかこれ話しかけていいやつ？いやもう分かってお前のリリックは。話しかけたぞ。ああ！体は、いや知らん！え、しおりに言ってたの？
わあ、うおー、ちょ、またマジでネックレスの石ここで使っちゃった。いや、だって気になるじゃん。いや、いい人かなって思ったのよ。なんか、ラッパーかなって、ただの。ラップバトル仕掛けてきてんのかなって。あ、あれ、牢獄だ。え、ここの鍵では？鍵がかかっていて開かない。おお、なんだ？え？は？じゃ、またパスワード？いや、じゃ、妙に現代的な鍵だな、ここだけ。人は立ち入ってないんじゃないのかよ、しばらく。手持ちの鍵で開けそう。あーあああ、ここの鍵か。オッケーオッケー。牢獄、お邪魔しまーす。入獄しまーす。あ、牢屋だ。人の骨がある。いや、もう客観的な意見。しおり、マジなんなの、その、レポーターの才能あるよ、ほんとに。え、骨があるね。だあ、もう音を立てるな、バカ。じゃあ、じゃあもうダメージ受けてる、骨の人が。穴が開いている。おう、入る？穴に何かが落ちている。何？穴に何か。木製の鍵。めちゃめちゃ鍵拾うな、ほんとに、このゲーム。あれ、まだなんかあるよ。奥にまだ何かあるが手が取る。え、手伸びないの？しおりって。そういう能力突然現れたりしない？才能開花しないかな？こういう極限状態で。え、ちょっと待って、なんだっけ？あ、木製の鍵か。木製の鍵拾ったから、これを。あー、もう一個ある。ここに血が繋がってんだよね。鍵がかかって。錆びてところどころボロボロなんだけどな。いや、ほんとになんか冷静だね。しおりね、この状況で。けどなーじゃない。その友達に言うみたいな口調で。え、この木製の鍵どこで使うんだろう。お、没収物。没収物。あ、ここの鍵か。はいはい、開ける。何を没収？ヤスリ？ヤスリ？あ、これでじゃあさっきの扉開くんじゃない？はいはいはい、繋がってきたね。あ、なんかもう普通に、ちょっと脱出ゲームっぽくなってきた。てか、あれ以降あのお化け出てこないな。え、ここヤスリじゃない？よし、削ろう削ろう。しおり。秒間100摩擦。お願いします。人体の限界超えて、しおり。いくよ。牢屋の柵を外して穴が開いた。あ、柵を削り取ったの？ヤスリはダメになってしまった。いや、そりゃなるわ。ものすごい擦ったね。これで入る。おーおーなんじゃ！生まれたよ、生まれたよ。ドロドロのここで生まれた。糸うめき声の中？交わって生まれた。交わった？いやよ、いやよ、お母さんの声。気持ち悪い、気持ちいい、気持ちいい、殺してやる。え？え？や、え、やばくない？あ、やめて、まだ出ちゃう。え、しおり何その顔。ね、よくその表情でこらえてられる。死んじゃう、殺さないで。お母さん、お母さん。ってか、なんか、いろいろ調べられそうなとこあんだけど、これ。え？ああ。不気味な空間で無数の何かが中央でうごめいている。いや、それすごいわかる。めちゃめちゃすごいわかる。ああ。あ、襲っては来ないんだ。作り物の口。あ、口があった。よし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 。くなった。え、来る？これ。襲って来る？来る？え、来ないか。え、じゃあ、え、ちょっと待って。なんか左奥も気になるな、あれ。何？ちょっと失礼します、失礼します。ごめんね、ごめんね、ごめんね。せいせいせい、せいと綴られた、シミだらけの古い紙だ。え？あ、襲ってこない。大丈夫か。いや、これさ、ちょ、これも気になるな。これは？瓶や薬が並んでいる。瓶には赤黒いドロドロした謎の液体が入っている。赤黒い液体。これ大丈夫か？なんかなんかのタイミングで。液体の入った瓶を手に、あ、瓶手に入れた。いや、これ来るんじゃないの？あ、大丈夫か？小さい骨みたい。いや、よくほんとね、すごいよ、しおり。いや、そのレポート能力すごい、この状況で。いや、もう出よ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 う。でも、これ調べられそうなとこ、なんか真ん中とか調べられそうだけどやめろ。あー、さあ、ラブねー。ちょ、やばかったなー。今の部屋やばかった。あ、でも、まあ、鼻と口手にあったから、あとめ。で、これは、液体が入ってる瓶。あ、ドロドロ？え、この、ドロドロ、体ドロドロ、イェー、レペゼン、あざかわ。こいつ、これの、これを返してって言ってんじゃない？だって他にドロドロないもんな。え、大丈夫だよね？
いやもうさっきもうワンパン食らったからな。いやーでも多分このドロドロ、このドロドロのことだと思うんだけどな。どう思うしおり。うわっ、あやっぱり、あでピンでしょ。いや絶対ピン、絶対ピン。これさっき出なかったこの選択肢。はい、あー喜んでる。え、喜んでんのそれ。体、体、あよかった。あこれが体の、おー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 、え割るな、ピンが割れた。このドロドロが体。ああ。やっぱりそういうことか。幸せ。いや、全然幸せじゃない、今。早く帰りたい。ああ、なんだ。あ、神々しい光か。あ、召されたのかな。ボロボロの紙切れを拾った。いや、ドロドロとかボロボロとか、オノマトペ好きだな。韻を踏み上がって。やっぱりレペゼンか、あいつ。ボロボロの紙切れ。何か書かれてる。ん？ああ、数字か。はいはい、965だ、左から。あー、めっちゃわかりやすいや、これ。なるほどね。いや、でも、たぶん、水子なんだろうな。水子の例なんだろうな、さっきの。965ね、左から、オッケーオッケー。で、たぶん、さっきのめっちゃお化けいた部屋は、その水子のお母さんがあそこに閉じ込められてた部屋なんだろうな。で、なんていうの、その、慰み物にされてたみたいな。あ、あれ？数字が違う？あれおかしいな。あ、そっか、色か。はいはい、青9、緑6、赤5ね。ああ、はいはい、そういうことね。順番があるわけね。はいはい、じゃあ、青が9、緑6、赤5だか、こうだ。はいはい、開いた。やったぜ。この現代的なロックも解除できた。こんにちは。なんもないか。この骨、なんかあるぞ。何か書かれた紙がある。手紙？お、村の男子は狂いけり、迷子と卑劣なる行いにふけりたり。卑劣なる行い。彼女が哀れなり、殺される赤子が哀れなり。あ、隣の牢のことかな。逃るれば地獄も、初れども、我は死ぬる。あー、この人は自殺を選んだってこと？やっぱり、多分そういう人を閉じ込める牢だったんだろうな。この牢屋、土に違和感がある。違和感ってなんだ？土に違和感感じたことないけど。曲がった木の枝が落ちている。ほうほう、曲がった木の枝。あ、手に入れた。ん？何に使うの？あ、穴か！はいはい、隣の牢屋の、手届かないとこだ。あ、そういうことね。そこで使えってことか。オッケーオッケー。あざかわ村って、なんか、都合の悪いことは抹消されてきたって書いてあったじゃん。で、多分、この牢屋の存在が、その村にとって都合の悪いことだったんじゃないか。はい、棒で、手繰り寄せる。やっぱりここで使うな。小型の古い鉄製のスコップが出てきた。お、スコップ。あー、この人も脱出しようとしてたのかな。はいはい。で、これで、その違和感のある土を掘り起こすってことかな、さっきの。なるほどね。違和感のあるってそういうことね。掘り返した跡みたいなのがあるってことね。いや、でもそうなると、その、小鳥お化けって何なんだろうって感じあるな。この森に近寄らせないための嘘とか。スコップで土を掘り返した。おお。いや、でも実際小鳥お化けは、音でかっ。いる感じだしな。穴になってたんだ。地下に続いてるのかな。地下！あ、地下があんの、ここ。地下怖え。いやでも、牢屋から通じてるってことは、脱出口とか。おお、すげえ！めっちゃでかい空間がある。なにこれ？なんか光ってるよ。加工が施された青い小さな石が落ちている。あ、夜光石じゃない？ネックレスと同じ石だ。紐に通す穴も開いてる。あ、いいじゃん。あ、ライフ、一気アップ、これ。青い石を拾った。うん、ちょうどネックレスの紐に通りそう。せっかくだからつけておこうかな。いや、もうせっかくだからどころか。ぜひつけて。命綱だ、これ。石をネックレスの紐に通した。ナイス。ナイス判断、しおり。はっ、外だ。脱出できんの？うわー、しろー！逃げちゃダメ。いや、逃げようとしてないからー。てか、白いな、マジでお前。こんなとこずっといるからだぞ。外出ろ、外出ろ、もう、色白。君も一緒。僕たちと一緒に。いや違う、しおりは菅君と一緒になるんだ。おお、来た来た来た、早っ。意外と足は、逃げる逃げる逃げるしかないよな、これ。上登る。いや、ヨーダじゃなくて早く逃げろ。ちょっと音が、
音がでかすぎる。逃げられないよ。早く一緒になろう。え、まだ来んの？追いかけてきてる。逃げなきゃ。いや逃げるっつってどこに？逃げる場所ある？はは、いやどこ逃げた？うわー、めっちゃ来た。いやどこ逃げたいの？うわー、いる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 。どこどこ、こっち出口が遠ざ、めっちゃ来てる。ちょ、メッセージ読んでる間動くな。危ない危ない、斜め移動。あー食らった。いやまだね、まだセーフ、まだセーフ。あああー消えた。はネックレスの石。痛い痛いよ。早く一緒になって。いやしおりやすがくんと一緒になるんです。俺も混ぜてよ、やめろ。ええ音が、わあ、ちょまた来た。ちょ無限は機械こいつら。あ、わかった。さっきの地下道の出口じゃない？あそこ行くんじゃない？あれ入り口がね、部屋間違えた。あ、待って、なんか光ってる。あ、真ん中の部屋か。ちょっと待って、なんか、あ、ちょ、おー、目がある。なんで？あ、ちょっと、ゆっくりゆっくり来てる。ちょ、しおり、あーいや、メッセージ中動くのな、マジずるくね。おい、どんなスタンド能力。また来たし、ちょっと待って、作り物の目。これを人形に入れるか。ちょっと待って、追い詰められてる。しおり、ここは、ばあもう、ディフェンス強ぇ、しおりー。ちょ、菅くんはマジ何やってんだよ。ちょっと待って、タイトル戻されんの？マジで、ちょっと。いや、こっからかよー。もちづきー部長ー。